ポンちゃんおはよう。ポンちゃん。実はですね、クロケンパパはあさって火曜日に、大腸ポリープの、内視鏡検査および切除を、おそらく切除をやりに行きます。ということなので、2日前の今日から消化のいいものを食べるっていうふうになります。豆とかその腸の中に残りそうなものは、避けると。明日はもう一切そういうのじゃなくて、酢うどんだけちょっとだけ食べるとか、そんな風になるんですが、今日もそういう食事にするためにこれから散歩がてら、まあ、非常食というかね、その消化がいい食べ物を買いに出かけますよ。わかった？ポンちゃんわかった？ジャン君にもお出かけする内容を言いたかったんだけど、爆睡中ですね。じゃあ後でね。ジャン君、今日あたりから食事制限しています。繊維のあるものは一切食べないで、パンも今日は朝はトーストしましたが、焼かない方がいいそうですね。あとうどんは OK ですよ。酢うどんね、野菜系はダメです。あと豆もダメです。それを明日、今度は分量を半分ぐらいにしてっていうことですね。で、あさって、いよいよ大腸のポリープを見てもらいます。